こんにちは、柴田です。今回はフェンダーの日本製と不次元どっちがいいのか鳴らし比べていきたいと思います。これは以前からやりたかった企画なんですけれども、フェンダーのですね、日本製ハイブリッドです。そしてこちらは日本が誇る不次元のネオクラシック、どちらも日本製でダイナ楽器不次元と。価格帯的にはですね、このハイブリッドの方が若干高いです。でもね、材的なところとかスペックなんかを見るとほぼほぼ同等なものなんじゃないかなと。ネームバリューのところでフェンダーの方が価格的には高くなっております。その王者フェンダーにどれぐらいね、不次元が戦っていけるのか、忖度なしで意見を言っていきたいと思います。まず作りとかね、見ていきましょうかね。まあ、どちらもですね、特徴としては2点止めになっていて、メイプルのネックにローズウッドの指板、そしてアルダボディ、モダンな感じになっております。で、5A のスイッチにボリューム、トーン、トーンというふうな感じでオーソドックスですね。で、不次元もフェンダーもね、ロック式のペグになってるんですよ。やっぱモダン仕様だとね、この辺がね、通常スペックになってるのかなというふうな感じです。で、最初にね、ちょっと鳴らした感想、やっぱ生音もしっかりしてますね。軸がしっかりしてる感じで、重量は 3.5 で全然ね、重くなく軽くなくという感じなんですけれども、割とボディがしっかりしてる、ちょっと硬さがあるというか。で、イナーシャのブロックも大きめで2つバネがついてますね。この辺もね、アームがね、結構こうギューンと動きやすいような仕様。うん、ネックの塗装はサテンになってるんですけど、全然安いサテンじゃないですね。かなりしっかりしたサテンっていうか、もうすべすべで非常に高級感がある仕様になっております。で、サドルも不次元の名前が入っていて、しっかりした作りになってますね。では続いてフェンダーのハイブリッドいきましょう。あ、これ重量的にはですね、同じような 3.5 ちょいなんですけど、ちょっとこっちの方がね、軽く感じますね。あー、これもね、ネックしっかりしてる。不次元はですね、非常にこうネックがしっかりしてて丸みがある感じ、ネックからね、こうしっかりね、なってるなという風な感じだったんですけど、これもね、フェンダージャパン時期とかとは全然違います。かなりね、その時と比べると太いっすね。おお。ちょっと若干重心が高めな感じするけど、すごい抜けそうな感じの生音っすよね。ちょっと不次元もう一回いきましょう。あ、こっちの方がやっぱ重厚感はありますね。あ、これそんまなんか音に影響しそうな感じの、うん、先ほどの不次元と同じく2点止めのロック式のペグで、サテンの塗装ですね。これもね、高級感のあるスベスベ感があります。非常にね、似てるっちゃ似てるんだけど、ネックはこの不次元の方がもっと丸みがありますね。ここね、好みによると思うんですけど、近年ものはどちらも太いんだなと。太いのが主流になってきてるんですね、きっとね。個人的にはネックはね、不次元の方が好きかな。で、まずクリーンから。フロント、うん、ミックス、うん、で、オーバードライブリアで、うん。
うん、ピックアップもねいいっすね。何の文句のつけようもないというか、まあ、リアなのにうるさすぎない、まあ、こういった系のサウンドがね非常に好きなので、僕的にはねかなりいいですね。弾きやすさもめっちゃいいし、ネックの心地よさね、太さもうトータル的にかなりいいんじゃないでしょうか。音もねお聞きいただいた通り全然いい感じっすよね。では続いてフェンダーハイブリッドいきます。うん、やっぱ重心がネック寄りの方にある感じですね。不次元の方がちょっとボディ寄りにあった感じです。あ、これシャリーンといきそうな感じですけれども、リアからいけましょうかね。不次元はピックアップは不次元オリジナル、このハイブリッドは USA のヴィンテージっていうのがね載ってるみたいです。やっぱ全然違いますね。やっぱこっち系なんですね。強さは断然不次元。ではヴィンテージ、これヴィンテージというピックアップだけあってね、うん、じゃあちょっと歪ませます。モダンなんだけどかなりヴィンテージな感じの、わーいいっすね。ちょっと毛色がね不次元とは全然違う。モダンな感じをイメージしてたんですけれども、ちょっと全然不次元のモダンとは全然別物。同じストラットでハイブリッド系なんですけれども別物っすよ。全然別物な感じですね。おお、やっぱり重量がねちょっとボディがズシンときますね。うん、やっぱバカバカしい。感じでね、弾きやすさっていうところではですね、どちらも素晴らしいです。同じぐらいのレベルだと思います。ちょっと安い不次元ですが全然負けないスペックですね。ピックアップには大きな違いがあるので、これどっちがいいっていうのはね結局ね言えないですね。好みによりますね。これ作りにね大きな差があれば、いや断然不次元の方が弾きやすかったですみたいになるんですけど、全然そんなこともなく、やはりメイドインジャパンフェンダーの方もしっかりしてると。
これはね、こうつけがたいのでご自身で鳴らして決めていただきたいなというところですね。まあ、忖度もね、クソもないっすね。本当どっちも非常にいいなというところでございました。まあ、参考になるかどうかは分かんないですけれど、音はね、参考になったんじゃないかなと。うん、やっぱね、ストラトキャスター奥が深いっすね。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。